本日は芸術系美術コースからお二人の先生にお越しいただきました。村上雄介教授と浅海真由美教授です。先生方にはブルークラスの企画のうちワークショップをご担当いただいています。今日はそのワークショップについてお話を伺っていきたいと思います。先生方どうぞよろしくお願いします。早速ですが、先生方に企画していただいているワークショップ、兵庫モンコラージュ、兵庫の物産でアートしようというタイトルで、お考えいただいているのですが、ズバリ兵庫モンとは一体何なのでしょうか。教えてください。兵庫モンです。まあ、兵庫県にまつわる、兵庫県に出した、まあ、工芸品とか、特産物とか工業製品とか、まあ、そういう兵庫の、まあ、歴史文化を通して生まれたもの、そういうものを、まあ、総称して兵庫門という呼び方をつけましたね。まあ、ちょっと何ですかね、兵庫門って門ってつけるとなんか可愛い感じがして、子どもたちにも親しみやすいかなと思って兵庫門という名前をつけました。ありがとうございます。今回企画いただいているワークショップには登場しないものもあるとは思うんですけれども、現在集まっている兵庫門にはどのようなものがあるのか教えてください。はい、先ほど村上先生から兵庫門についてご説明がありましたが、兵庫門基本商品ではなくて生産過程の中で出た端材とか不良品、私たちそれをお宝って呼んでるんですけど、そういったものです。で、今回ワークショップで使うのは加古川の靴下と斧の、のれん玉もしくはそろばんの玉ですね。そのデッドストックになったものをいただいたんですけど、あと播州織の、こう耳端、西脇ではふさ耳って呼んでるみたいなんですけど、それと、まあ、糸を使った際に出た、歯間ですね、芯になるもの、それを使います。で、他に今、私どもが、ストックしている兵庫門としては陶磁器類ですね、丹波焼きとか王子山焼きの陶磁器類とかですかね。パッと思いつく、あと比較ですね、姫路関係比較であったり、そういったものを、ストックして評価本として、集めています。今先生からお宝というお言葉が出ましたけれども、本当になんかその造形活動を考える中ではこの兵庫門っていうのがすごくお宝で魅力的だなっていうふうに思います。で、今紹介いただいた、兵庫門以外にですね、今後仲間に加えたいなと思っている兵庫門があれば教えていただきたいんですけど、ありますでしょうか。そうですね、カバンとか和紙とか、まあ、そういうのもあるなと思って狙いをつけてますけど、ぜひ仲間に加わることを願っております。まあ、今紹介いただいた魅力的な兵庫門を活用したワークショップを企画いただいているわけなんですけれども、そのワークショップについて、ちょっとどんなワークショップなのかなというのが大変気になるところです。教えてください。今回ブルークラスでさせていただくワークショップですよね。加古川の靴下がメインになるワークショップなんですけど、いろいろやっぱり生産過程においてこういろいろこう商品にならなかった、でもちょっと靴下の形状にはなりきってないんだけど、ちょっと靴下っぽいなっていう風なものをたくさんいただけることになったので、それを使って、ちょっとこちらにも
いるんですけど、こういった少しなんていうのかな、お友達的なものを作ろうというふうなことで、中に入ってるのは、播州織の仕官であったり、加古川でも仕官の方をいただいたので、いろんな形の仕官があります。それをまあちょっと芯にして、これとかも靴下生産で出た、ものかな、糸くずであったり、これは、小野の玉のれんの玉なんですけど、こういうものを組み合わせて子どもたちが、色や形とか、なんか素材感とかで何かこうイマジネーションを膨らまして自由に作っていただけるような、内容のものを考えています。ありがとうございます。まあ、今回はですね、その楽しいワークショップということで考えていただいてるんですけれども、今後この今集めている兵庫門を活用してどのような事業といいますか展開をお考えなのかをちょっとお話しいただけたらと思います。この兵庫門っていう活動というのは、まあ、身近な、まあ、兵庫県のものを使って、まあ、その兵庫県の文化とか歴史とか、まあ、そのようなものをまあ体験できるというか、実際に手で触って体験できると、まあ、そういうような意味が非常に強いと思いますね。ですから、その生産過程といいますか、その実物のものというのを見るということ、それを見てこう何かイマジネーション、想像力を駆使してですね、何かを考えて新しいものを作る、まあ、そういうようなこと、そういうような活動が非常に重要じゃないかと、まあ、そういうような意味がだいぶ強く入っております。もう単なるこう楽しい材料で作品を作ろうとか、そういうようなことももちろん重要で、感動という意味も含めて重要なんですけども、自分の地域のことを学ぶというか、そういうようなこと、まあ、最近はこうグローバルとか重要だと非常に言われておりますけども、結局自分のこと、自分の地域のことを知らないと、まあ、それを人に伝えられない、そういうようなことをこう広げていくことがこうグローバルにまずはつながっていくんじゃないかなと、まあ、そういうような気がして活動しています。浅海先生、いかがでしょうか。はい、この兵庫門の端材とか不良品っていうものはほとんどがもう焼却処分されたり、そういうふうに、燃やしたり埋めたりされるものです。非常にこう魅力的な素材なのにもったいないなっていうふうに思いますし、またなんかこう使い捨てとかそういったものが、問題にな、社会的にも問題になっているので、物を大事にしたり、それを再利用して楽しくこう生活していったり、そこからまた新しいものをこう創造していったり生み出していくっていう風な可能性を、この活動を通じて子どもたちにちょっと気づいて、気づきを、促せたらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。まあ、今兵庫門についてお話を伺って、今回のブルークラスで企画いただいているワークショップの内容にも教えていただいたんですけれども、一度ちょっと休憩を挟みまして、その後で実際に真ん中に映っている兵庫門たちの作り方についてもちょっと教えていただきたいなと思っていますので、先生方引き続きよろしくお願いいたします。こんにちは、靴下フレンズのシマモンです。靴下フレンズのペロフォムです。今日は僕たちの仲間、靴下フレンズを浅海先生に作ってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうしましたら、まず靴下フレンズ使う兵庫門をご紹介したいと思います。一番メインになる加古川の靴下で、ちょっと商品に残念ながら慣れなかった靴
靴下たちですね、いろいろあって楽しいです。あと、靴下も多分作る際にね、こういったゴムの部分、この辺りになるんですかね、こういったものたくさんあります。あと、歯間ですね、これ加古川の靴下を作る際、あと西脇の播州織の生産時にもたくさんこういったものが出ます。で、今西脇の播州織の説明をしたので、この草耳といって、端耳ですね、耳端ですかね、生地を作る際にこういったものたくさん出ます。でこれもやっぱり、処分されるみたいです。あと、斧の、のれん玉、昔昭和の時代にね、お茶の間と食堂の間をにこう下げてあったりした、のれんですね、玉のれんののれん玉と、あとこれが、おなじみのそろばん玉です。あ、忘れてました。加古川の靴下生産祭、こういった、糸くず的なものも出るみたい。これもとても楽しい素材だと思います。これが、使う標語文で、あとお道具としてはハサミと、ボンドとガムテープになってます。で、まあ、たまたま今日はこういったものをご用意しましたけど、他いろんなことが考えられると思います。いいですか？はい。で、作り方って言っても、特に、こんな風にして作りましょうねっていう風な内容じゃないので、いろんな作り方があると思うんですけど、せっかく歯間があるので歯間で作ろうかなっていう風なことです。で、ちょっとね、しまもんがなんかね、最近、寂しそうにしてるので、シマモンの彼女を作ろうかなっていうふうに今日は思います。で、シマモンとっても背が高いんですけど、実はこの歯間をこう2つ合わせて作ってます。で、もっと背が高い、ね、のがいいっていうようなお友達がいたものをどんどん高くしてもらってもいいし、こういった違う形のものを組み合わせてもいいかなと思います。横向けでもなんか楽しいと思います。はい。で、こう歯間同士を組み合わせるのをちょっといろいろ試してみたんですけど、一番ガムテープが簡単だし、丈夫だなっていうふうなことで、ガムテープも単純にこれをくるっと一周させてループするだけです。もうなんかちょっと心配だなっていう人は20とか30にしてもらってもいいんですけど、ガムテープとこの歯間の紙ってやっぱりとても相性がいいので、もうどうですか先生、しっかりとしてると思うんですけど、とても丈夫にできます ね、はい、はい。で、そうそう、シマモンの彼女っていうことで同じようなものがありました。ヨゴもやっぱりこうたくさん同じものを作ったりするので、同じようなね素材がたくさんあるっていうのもとてもなんかこう造形素材として魅力的だな。でもちょっとずつ違うっていうのところがポイントだと思うんですけど、もう簡単、こうボーっとするだけです。で、靴下のなので、ここにね、かかとのところがあると思うんですけど、で、シマモンもここに、糸くずが入っているので、お口のところ、糸くず入れたいと思います。よいしょ。靴下もいろんな形状があるし、いろんな使い方があるので、たまたま今回は、このかかとのところに注目した造形っていう風なことになるので、別にこうしないといけないってわけじゃなくて、子供たちいろんな、これはこれに使えるな、みたいなところでいろいろ工夫してもらって作ってもらったらいいし、たまたま靴下フレンズっていうふうなことで、なんだろう、ちょっと不思議な生物っぽいような感じだけど、
何か植物を彷彿させるようなものとかでもいいし、その辺をなんか自由な想像力でっていう風な感じでいいと思います。ほらもうなんかほとんどね、なんか出来上がりっていう風な感じで、先生、シマモンの彼女のほっぺた、ちょっとこれちぎって、ぐるぐるってして2つ作っといてもらっていいですか。はい、お願いします。じゃあシマモンの彼女だから赤いやつにしようかな。頭のところをギュッと縛ります。よいしょ。これゴムみたいに縛るのも、ゴムみたいにって言いましたけど、ヘアゴムとかでね、するよりやこれなんか捨てられ、せっかく捨てられちゃうっていうことなので、こういうものを活用したら、多分この素材も喜んでるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、もうこんな感じでほとんどできてますね。あ、ありがとうございます。かわいいほっぺができました。はい。ほっぺができたら、木工用ボンドでくっつけていきます。で、木工用ボンド、乾くと透明になるんですけど、で、ついてもあんまりベタベタしないので、とても扱いやすい素材だと思います。で、案外、早く乾くっていうふうなことで、やっぱりお子さんの造形活動、皆さん早く触ったりしたいなっていう風なところがあるので、すごく適した溶剤、ね、接着剤かなと思います。じゃあお花もついでにねつけていこうと思います。のれん玉とメガネいりますかね。そうですね、彼女のやっぱりメガネとお目目、はい、これでよいしょ。で、のれんのね、玉もすごいいっぱいありますよね、種類ね、うん。これ以上にたくさんあるので、よいしょ。いろんなことができると思います。目を、よいしょ。お。あ。喋らないとダメですかね。よいしょ。はい、こんな感じで、お花のところもつけていきましょう。よいしょ。ほら、もうなんかよいしょ、ほとんど出来上がりです。これ黄色いのついてるけど、その首飾り的なものなんかありますか。これがいいなっていうの。赤にしようかな。やっぱり赤、うんうん、はい、じゃあ赤いのつけていきたいと思います。よいしょ。しましまなので、しまこちゃんですかね。この草耳、あ、でも赤がいいかな、やっぱり女の子だと。これとっても仲いいんだけど、髪の毛よいしょ、これもなんかこう適当にまとめてちょっと。左右で違いますか。もう一回ぐるっとして、よいしょ。これも
木工用ボンドでつけていきたいと思います。あ、かわいいかも。どうかな、目さえくれなきゃ。あ、なんかいい感じ。どうでしょう、どうでしょう、どうですか。しまこです。あ、なんかリボンつけたらよくないですか。リボン、リボンか、リボン、それかどうだろう。このなんだろう、帽子的な、どうですか。寒いし、お帽子、お帽子、あ、どうぞお帽子をかぶってみる。お揃いで、お揃いどうでしょう。ああ、髪の毛が取れちゃった。ちょっと早かった。でもなんか目とかはもうしっかりとついていて、案外こうもう完成いいかなと思います。はい、とても簡単でいろんなことができる靴下フレンズの作り方でした。はい、皆さんもどこかで体験してほしいなと思います。お友達作ってね。みんな靴下フレンズの作り方は分かったかな？いろんな色や形の素材がたくさんあるので、今日紹介した作り方をどんどんアレンジしてたくさんフレンズを作ってね。私ペロポムのパートナーも募集してるよ。素晴らしい。